はい、花有山さん動画お疲れ様でございます。なんかね、よく仕事っていうのは言われたことだけやってちゃダメよっていうふうなことをね、よく聞いたことがあると思うんですよ。で、ことビジネスに関わるときにね、何かコンサルを受けるとか、それから筋トレもそうですけども、講師の方がこういうふうに言われましたっていうことね、まあこなしますよね。でもここでもう一回思い出していただきたいのは、言われたことだけやってちゃダメよってことなんですよ、ね。例えば筋トレだったらね、私もパーソナルトレーナーの方に、トレーニングを受けていたんですけども、その教えてられたことをその時だけやるでは全く意味がなくて、それを生活に取り入れていくってことなんですよね。で、次の週のトレーニングの時間までにそれがどこまでできたかっていうのをチェックしていただくっていうのが、まあそのパーソナルトレーナーとしてのそのトレーナーさんへの使い方なんですよね。だから結局ね、そのトレーナーさんの前だけいい格好してももう本当に意味がなくって、トレーナーさんっていうのはこれを日々に取り入れてくださいねっていう意味で教育してくださるわけですから、ビジネスも同じですけどね。じゃあセルフバッグを教えました、みんなの銀行を教えました、その時はできました、じゃあ3日後あったけどもあれからどうなりました、売上伸びましたとかね、どのぐらいの活動しましたって時に、いやあれ以来やってないですけどねって言ったら売上の伸びるわけがないんですよね。筋トレも同じで、言われたことだけやっていてね、体が作れるかってそれは作れないんですよ。食事制限をこういうふうにかけるってことは、じゃあトレーニングを受けていない間は別に何食べてもいいのかって言ったら、それはダメですよね、やっぱりね。はっきり言って、こう自分の体型を維持するためにはコカ・コーラと一生縁を切るみたいなね、そんな感じなんですよね。で、喫煙も永遠にしないとかね、飲酒ももうしないとかね、そのぐらい極端な思考に触れて自分の肉体を維持したいんだったら、結局欲しいものもいらないとかね、それから取るべきものは絶対取るみたいなことも、そういうふうなやらなかったことをやる、やってきたことをやめるっていうことの選択も維持しなければ、やっぱり肉体としての結果は維持できないかなと思います。ビジネスも同じですよね。まあ、ビジネスっていうのはあるところでその投資に振り返ることができるんで、だん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 ビジネスの割合を減らして投資の利回りを増やせば、何もしない状態にどんどん近づけることができますし、昨今はねインターネットを使ったビジネスが多いですから、蓄積型の情報発信をしていけば、それはですね、例えば今日作った動画が3年後とか10年後とかの富をもたらすっていう、そういうふうな仕込みをすることもできるんですよ。だからそういうことを考えると、やっぱりね、10% 増し 20% 増しで全てのことに取り組んでいかなければ、それはまあなかなかね、なかなかですよ。なんかどっかで聞いたんですけども、1日 1% 1日100分の1の努力をすると1年間で38倍のパフォーマンスを出すらしいんですよ。今日が100あったとして、じゃあそこに1足して101にする、次の日は101にその 1% を出して、まあ102プラスアルファですね。こういった形でちょっとずつ増やしていくと、なんと1年後365日終わった後には最初の100が3800になっているというね、そういうふうな38倍の原則っていうのがあるそうなんですけども、私はこの数字の裏付けを取ったことはありませんけども、あ、でもそういうもんだよなと思いますよね。筋トレをしてちょっと筋肉がついた状態でね、次の筋トレすると前のウェイトリフティングの10回が11回難なくできるようになってくる。これは誰でも想像できると思いますよね。じゃあ11回できる筋力を持って今度ね12回やっていくと、12回が楽々できる筋力ができてくるんで、今度は15回ができるようになってくるというふうに、自分の鍛えた筋肉が今度次の日ね、継続的に次のステップまで持ってってくれるんですよね。でも10回できたところを11回にして、よしやったぞと思ってね、そこで休んでしばらくほっといちゃうと、また10回11回の壁に取り組まなくてはならないってことになりますんで、ある一定のレベルで継続していくことは必要ですよね。で、これから花嶋さんはコミットメントしたように体重を10キロ減らす、それから筋肉を6個に割る、6個かどうか分かんないですけども、お腹をね割っていくってことをコミットメントしました。多分これが最後のチャンスだと思います。今30になるかならないかの瀬戸際で肉体を作れなければ、今後有利になる年代ってのは来ないです。40過ぎても50過ぎても筋トレはできますけども、多分今以上のパフォーマンスは出せないんで、多分今以上の労力を割いて今以下のパフォーマンスしか出ないんで、これ最後のチャンスだと思ってやってみたらいかがかなと思いますよね。まあ言ってみれば人生なんて常に最後のチャンスですよね。これまとめになってきますけども、私はね今子育てをしています。今1歳半過ぎたところです。1歳8ヶ月ぐらいですかね。でも1歳になった瞬間に1歳でやるべきことをやらなければ、1歳半とか1歳8ヶ月で1歳でやるべきことをやってももう遅いんですよ。なぜ遅いかっていうと、1歳でやるべきことを1歳半でやっちゃうと1歳半でやるべきことができないんで、これが2歳にならないとできないっていうふうに、どん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 後ろにずれていくんですよね。これがだから発達支援になってくるんですよ。だから子供の育成っていうのはほっといたら勝手に育つわけじゃないんですよ。
親がどのように育てたいかっていうことをずっと詰め込んでいって、それに何回も何回も繰り返してね、接していくことによって応じてくれるから、親を信頼して同じようなことをやってくれるから、だんだん能力が身についていくってことなんですよね。ですので、やっぱり今私が考えているのはね、24時間ぐらいべったりして子供に向かっていかないと、子供はわずかでもパフォーマンスを落としていくのかなと。そしてそれは子供の人生のみならず、親の大いなる遺恨となってね、さいなめ続けるのかなと思いますので、やっぱり何をやるにも、手を抜かずに最大限やっていかないといけないかなと思います。今私はお金的にも時間的にもすごくいい環境なんでね、持てるものすべてぶち込んでいこうかなと思いますよね。そしてそれはね、速稼塾の塾生さんに対しても同じことが言えます。今持てる私のすべてのパフォーマンスを叩きつけるために私は待っていますので、どんな方からでもですね、求めるアドバイスには全部答えられると思います。ただ私の答えたアドバイスに対して答えた、そういったメソッドに対してね、やるかやらないかは私じゃありませんからね、次はあなたの番だってことでございます。よし、なんだろうな、花涼子さんもね、ついに自分の番が来たかみたいな感じで思っていただければいいんじゃないですかね。筋トレね、多分一生の付き合いになるか、もう一生やらなくなるかのどっちかになると思います。筋トレは人生の友だと思いますしね、私もそういうつもりで、筋肉を、脳みそを筋肉にするつもりで今もやっています。頑張るぞ。じゃあまたね。